FM 流進堂。はい、FM 流進堂 DJ のルシンです。もう今日はほんの最悪だよ。なんでそんな自虐モードなんですか、流進さん。もう今日俺さ、サンダラートの CM は FM 流進堂で入れてなかったんですけど、忙しすぎて。そんだけ自分の映像今回かけてたわけですよ。レンダリング時間何時間だよ俺の。かけてるんだったら、かけてるものが失敗してしまった。そう、そのね、 CM する時間すら削って今回作ってたんですよ。ぶっちゃけ、あ、暇もない。ここ数日更新なかったじゃないですか、はい、FM 流進堂。そんぐらい毎日更新に見えますけど。いや僕ね、1日更新しないともうダメなんですよ。久しぶりになっちゃうんですよ。告知だけして、うん、内容が、うん、その日に間に合わなかったってことっていっぱいあると思うんですよ。あ、そのくらい告知ってやっぱ、ね、大事なんだけどね。もうそれやれなかったとしても、うん、告知だけでもしておきたい。そうなんですよ。だからそれはもう FM 流進堂じゃなくて、流進堂の宣伝用のページに全部託して、今回は映像にかけてたものがちょっと失敗しちゃったんですよ。失敗じゃないです。だから今日 VJ やりたかったんですよ、僕ライブで。それが持ちましょう。荷物持ちますけど。1個1個じゃ、1個持ってください、はい、もういいよ。これも置いといてもいい。多分それ持ってないじゃん。あ、はい、もう捨ててるじゃん。ギャッギャッギャッ。プロジェクターが、俺のプロジェクター。ちょっと工事は、工事は何捨ててんの。まあもうとにかく今日は僕のやりたかったことの 90% できなくて、もう不本意すぎ、不本意にも程があるわけですよ、今の僕の精神状態は。そんな不本意なんですか。そんなに不本意だったんですよ今日。龍心くんは、うん、もう心の底から不本意だって思うことってかなり珍しいじゃないですか。だからもう今日はね、一番の目的はライブやりたかったんですよ僕。やってましたよライブ。いやもう VJ やりたかったんですよ。 VJ ブイングイン映像、ブイングインやりたかったんですよ。ブイブイはしたかったんですよ。ブイブイはしたかった。そう、他の映像の方でライブでカメラで映してそれを投影させるとかやってる人いたじゃないですか、はい、でも俺そんなんじゃないんだよ、そういうライブじゃないんだよ。その場で映像動かしたいんだよ、自分の手で。生編集したいんだよ。発症してますか。大丈夫です、大丈夫です。もうね、今日は不満足です。不満足度 90% です。例えると何ですか。果物に例えると、果物に例えると、はい、実、リンゴの実の部分が不満。あ、違うわ、逆だ。魚に例えると何ですか。魚に例えると、はい、目の部分が、はい、満足。それ以外の全部の部分が不満。じゃあ飛行機に例えると、飛行機に例えると乗客が満足。それ以外の全ての部分が不満。いや、都庁ビルに例えると、都庁で例えると都庁ですか。窓ガラスが満足。それ以外全部不満。まあ、全然突っ込んでないですけど、はい、全然例えられてないと思うんですよ。もうのことですけど、もうサウンダラート、もう来年どうしよう、どうしよう、声かかったら。来年あるんですか。あるらしいよ、なんかもうね、3年目らしいよ。あ、そう、うん、じゃあ来年。そうなんですよ、しょうがないんでっていう方からさ、コージマンだったらもっとうまくやるぜとか思った部分いっぱいあったわけじゃないですか。どうするんすかあれ。どうしてくれようか。機材がなかったでしょ。機材だ。法的なミスじゃないですか。違うんですよ、自分が持ってきた。そのね、もう俺ボケ作ったのかと思うんだけど、自分が持ってきたプロジェクター使えなかったんですよ、位置の関係で。位置の関係で、位置の関係で繋がんなかったかどうかじゃなくて、じゃなくて、もうこっちですね。いやもう右、真ん中、左ってあって、真ん中僕使いたかったんですよ、自分のプロジェクターで。そしたら画角が狭いっていうのと、あと明るさがちょっと暗いっていう理由で却下されまして、もう人のプロジェクター使わなきゃいけなくて、なんか設定が違うんですよ。結構厳しいね、そこは。厳しいんですよ。
そうなんですよ。まあ、なんか、あ、ごめん。ルーメンが足りんと。そう。あと画角ね。なんかもう今日暗い放送になってきたから、もうこの辺で終わりにします。ごめんなさい、なんか。本当に暗い。死にたいですか、リオシマ。ウェブ暗い。死にたいですか。死にたくない。どれぐらい死にたいですか。死にたくない。そういえば2週間以上死にたいと思ったことないわ、1回も。あ、そうですか、うん。今日はでもすごい恥ずかしかった。ホテルで例えるとどれぐらい。ホテルで例えると、はい、90% 寝たくて、10% ちょっと楽しいみたいな。トランプ例えるとジョーカーが満足。それ以外の全部の山手線例えると東京駅が満足。他の駅全部不満。そうなんですか、はい、フランス現代思想で例えると分かんないな、そこは。フランス現代思想で例えると、ソルベーヌが満足。ソルベーヌ以外全部不満。ソルベーヌって何ですか。エルセールヌですか、それは。いや、あの、確かね、哲学者がいた気がする、ね、ソシュールですか。あ、ソシュールが満足。ソシュールが全員不満。ドイツ観念論ですか。カントが満足。今日なんかほら、カント以外全部不満。ロランバルトがどうとかっていう。ロランバルト俺知らねえし。マジで本当に困るよ。カリッカリの今日は現代思想的な集まりだったじゃないですか。そうなんですよ。僕全然知らないんですよ。そんな中でブイブイね。ブイブイ VJ やりたかったんですよ。もうそれが現代じゃないですか。そんな脈絡ないぞと。あ、もう俺のこのブイブイ回す VJ が、VJ はこそは歴史とは何のつながりもないぞと。全てから鎖が引きちぎられているぞと。そういう意味では龍神だけの大成功じゃないですか。大成功だったじゃないですか。あれ？それ以外はちょっと昔の前代。あれ、なんか俺の不満数値が下がってきた。あれ？よかったじゃん。言ってみるもんだね。言ってみるもんだね。ここどこ？大切だね。僕誰？みたいな。おやすみなさい。発症してますか？